こんにちは。本日は、前回に引き続き核融合炉の解説を行っていきます。今回の解説では、重水素と三重水素の生成プラントを作っていきます。プラントを建築する上で、注意点が2つあります。1つ目の注意点は、重水素と三重水素の生産量が、核融合炉の反応を維持できる最低量を下回ると、核融合炉が加熱できなくなり、反応が止まることで発電ができなくなってしまう点です。また、工業用タービンを核融合炉の蒸気で運用する方法は、核融合炉に搬入される水が冷却を助長します。そのため、核融合炉の温度を維持できるように、混合冷凍を高く設定できる量の重水素と三重水素が必要です。二つ目の注意事項が、三重水素を生成するには日光が必要という点です。加温蒸発濃縮プラントに限っては、太陽光発電機の代わりに抵抗型発熱器を使用できるのですが、太陽中性子反応器だけは、どうしても晴れた屋外に設置する必要があります。そのため、地下屋根が、屋外でも夜間や雨天時といった環境下では三重水素が生成できません。それを踏まえて三重水素は、貯蔵できるようにしておく必要があります。核融合炉は、重水素のみだと反応が停止して再起動しないといけなくなります。なので、最低でも夜間と雨天時の間、供給できるだけの貯蔵量は必要です。それでは、重水素と三重水素の生成プラントを作っていきます。まずは、重水素の生成ラインを作っていきます。重水素は、重水を電解分離して生成します。元になる重水は、フィルターアップグレードを行った電動ポンプで水源から汲み上げます。電動ポンプに、フィルターアップグレードを使用していきます。すべてのポンプをアップグレードしていきます。フィルターにより重水が得られました。次は、電解分離器を設置していきます。電解分離器を使用すると、重水から重水素と酸素が得られます。パイプを電動ポンプに接続していきます。パイプの接続が完了しました。重水から重水素が生成されています。この時生成される酸素は核融合炉の運用に必要ないので、今回は廃棄していきます。これで重水素の生成ラインが完成しました。次に、三重水素の生成ラインを作っていきます。まずは、電動ポンプを設置します。このポンプは、一つ目の加温蒸発濃縮プラントに水を搬入するためのものです。一つ目の加温蒸発濃縮プラントを設置して、塩水を作っていきます。今回は、抵抗型発熱器で運用していきます。加温蒸発濃縮プラントの詳しい解説については、原子力発電講座その後で行っています。プラントに水を搬入していきます。塩水が生成できています。温度を上げて、塩水の変換速度を上げます。塩水がたくさん生成できていますね。二つ目の加温蒸発濃縮プラントを設置していきます。こちらは、塩水から液体リチウムを取り出すために使用します。塩水を搬入していきます。液体リチウムが生成できています。温度を上げて、液体リチウムの生成速度を上げます。液体リチウムがたくさん生成されています。次は、
回転式流体凝縮機を使用してリチウムを気体にしていきます。ポートが大きい方が液体リチウムの搬入口です。液体リチウムを搬入していきます。凝縮機の設定を気化に切り替えます。切り替えは左上の処理の変更をクリックします。気化にしました。これでリチウムを気体にできます。次は太陽中性子反応器を設置していきます。太陽中性子反応器にリチウムを搬入する際は下側から搬入する必要があるので注意してください。リチウムを三重水素に変換できていますね。重水素と三重水素の生成ラインが完成しました。次は貯蔵用のタンクを作ります。まずは三重水素の貯蔵タンクから設置していきます。三重水素用のタンクは夜間投電時のことを踏まえて確実に準備しましょう。赤いパーティクルが出たら完成です。太陽中性子反応器とタンクを接続していきます。搬出に使用するバルブの位置を間違えたので再設置します。これで OK。 タンクに三重水素を搬入します。三重水素が貯蔵できています。次は重水素の貯蔵タンクを作っていきます。重水素の貯蔵タンクは作らなくても特に問題ありません。必要な方だけ作ってください。タンクと電解分離器を接続します。接続が完了しました。重水が搬入されました。これで重水素と三重水素の生成プラントが完成しました。それでは核融合炉と接続していきます。核融合炉とタンクを加圧チューブで接続していきます。コンフィグレーターで搬出に設定します。接続が完了しました。ただ重水素と三重水素の搬入が一度切れたため、反応が止まってしまったようです。それでは、核融合炉を再起動していきます。あとせっかくなので、各機械にスピードアップグレードを使用していきます。電解分離器と回転式流体凝縮機にスピードアップグレードを使用していきます。
回転式流体凝縮機は、処理が遅いのでついでに増設も行います。ついでに、各ポンプにもスピードアップグレードを使用していきます。スピードアップグレードを使用した機械は、消費電力が増大するので、サバイバルモードでは、エネルギーアップグレードも一緒に使用して節電することをお勧めします。アップグレードをしている間に、レーザーが準備できたので再起動していきます。核融合炉を起動する際は、DT 燃料入りフォーラムを忘れないよう注意してください。合成レートは、6です。それでは、レーザーを照射します。起動。おやおや？温度が低いためか、カラフルなもじゃもじゃが現れませんね。温度があまり上がっていませんね。合成レートを30に上げてみます。炉内の温度が上昇しました。腹水された水で、核融合炉が冷却されていたみたいです。核融合炉からの蒸気で、大きな電力が生み出されています。合成レート30で、炉内温度を高くすることができました。重水素と三重水素も不足していません。これで、重水素と三重水素をプラントで生成して、核融合炉を運用できるようになりました。以上で、解説を終わります。今回の解説いかがだったでしょうか？核融合炉で使用する重水素と三重水素の生成について、わからなかったことが解決したのであれば幸いです。今後も、様々な解説を実施していくので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。